バッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。あ、シワス、シワスです。いやー、よく言ったもんね、シワスって。はい。じゃあ今年のニュースでも読みますか。いいね。今年のニュースランキングって言ったら一番やっぱ WBC ですね。14年ぶり。大谷さん。大谷さんがすごいことになってましたね。すごいね。なんかドジャースで。いや僕もドジャースだと思ったよ。あ、そうなんですか。え、ドジャースってどこですか。ロサンゼルス。ああ、え、エンジェルスもロサンゼルス。エンジェルスはもうちょっと南かな。ああ、同じカリフォルニアだと思うけど。なるほど、ドジャース行きましたね、うん、いや大谷翔平があそこの土地以外行かないと思うよ。それはまた何ですか。いや、トレーニングしやすいからずっと通年。なるほどね、気候的な。そう、寒くて怪我するとかさ、筋肉が緩む、あの硬くなるとかさ、はい、ないじゃん、はい、じゃあなんか雪降る地方とか弱そうですよね、そう考えたら。そうそう、ボストン、まあ、ボストンレッドソックスとか、はいはいはい、ニューヨークヤンキースとかもあるけどね。ああ、ああいうところは結構経済力でなんとかするからね。室内練習場がみたいな。そう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 。なるほど。そうか、金で勝負してるんだ。そう。まあ、外の方がいいっすよ。うん。そういう理由ですね。で、本塁打を2桁勝利、2桁本塁打。すごいね。ですね。で、MVP ですね。何が一番すごいと思う？何が？結果を出してるってじゃないですか。いや、そうだね。いや、それはそうなんだね。大谷翔平の凄さ。なんですかね。目がいいんじゃないですか。あ、なんか僕はやっぱり使いこなしてるよねっていう感覚だね。あ、体を。うん。やっぱ、普通さ、自分が持って恵まれたものってさ、うん、みんな調子乗るんだよ、すぐ。あー、そうですね。うん、ちょっとできるから調子乗るじゃん、はいはい、でもちょっとできるんだったらめちゃめちゃでかしてやろうっていうさ。確かに、それやっぱいいよね。いや、でもそう考えたらなんかプロ野球選手とかで調子乗ってる人にこうなんか響いてる人いそうですよね、大谷を見て。そう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 、あ、だから大谷がさ、有名な話でなんか日ハムの3年目の時に、はい、なんかお前飯行かないのみたいな、うん、なった時になんかこう、いや僕行かないですみたいな、はいはい、で次のミーティングで、てかそのみんな勝ちたい勝ちたいとかってプロ野球選手になってるとか言ってますけど、うん、なんかじゃあ遊びに行きたい、うん、なんか女と遊びたい、うん、なんか休みたい、うん、いやそんな勝てるわけないじゃないですかっつって、はいはい、死んだらいいですよっつって。それを多分平気な顔で言える人ですからね、うん、だから日本の野球のレベルを上げる要因ですよね、うん、ああいう人が。そうなんだ、ね、背中で引っ張るタイプですよね、うん、いや日本のマイケル・ジャクソンだね。なるほど。あと阪神38年ぶり日本一。ああ、それが霞んでるもんね、ちょっとね。はい、大谷のせいで、うん、やっぱこうニュースランキングってやったら野球出てくるんですね。いやー、すごいよね、国民スポーツもなってね、うん、あと何なの。1位は羽生結弦君離婚。羽生結弦じゃなくて、あっちです、ね、あの、将棋の方。ああ、藤井聡太もめっちゃ出てくる。ああ、八冠。はいはいはい、やばいもんね、あの人なんかもう現実世界生きてないもん、ね、もう10年後ぐらい生きてますよね。なんかもう85歳ぐらいの雰囲気出てるし。藤井聡太何歳ですかこの人。21歳。すごっ。藤井聡太、大谷翔平がもうだからすごいことですよね、うん。あとはビッグモーターですね。ああ。いやー、でもやっぱそういう時代だったかもね、2023って。いろんなこの転換があるというか。あ、いや、あの吉本もそうだし、日大もそうだし、はいはい、ジャニーズもそうだし。あ、ジャニーズもですね。確かに、やっぱそこ完全に時代変わってるよね、うん、だって昔なんて何の問題もなかったからその、うん、今年の一文字は税です。ん？税金の税ですね。そうなんだ。はい。なんかあの清水寺でやってるやつです。なんで税なの？
税金が上がったとかじゃないですか。上がってないですけどね。まあ、清水寺の坊主は税金関係ねえかも。いや、そう、なんかそれでめっちゃ批判されてました。お前ら関係ねえじゃねえかっつって。今年の一文字とかね。一文字で語るな。いや、ほんとそうですね。まあでもそういうなんかまあエンタメだよね、昔のね。うん。今年の一文字は。ああ、なるほど、みたいな、うん。流行語大賞とかもさ。流行語大賞なんなの今年。ああ、知らない。なんだろう。憧れるのをやめましょうじゃない。いや、絶対違いますよ。マジ流行語。まあでもね、いろんな部門の流行語がありますよね。テレビとか TikTok とか。え？なんだ。サステイナブルとか。SDGs とか。流行語大賞。え、流行語大賞って1位って決まんないんでしたっけ？あ、わかんない。ノミネートって書いてあるんですけど。何？例えば。え、電動キックボードとかありますよ。ああ、流行語なんだ、それ。はい。流行語対象。電動キックボードでループって言ったらいいよね。確かに。え、やべえ、一個も、あ、蛙化現象。蛙化現象って何？なんか、女性が男性の素振りを見て泣いちゃうことらしいです。男性、ん？女性が、例えば、一緒にレストランとか行ってて。うん。で、財布出してお金払ってるとことか見ちゃうと、うん、なんか泣いちゃうみたいな。女性が？はい。なんで？いや別に悪気はないんですけど、うん、なんか情けなくないですか？お金を払ってる素振りとか。そうなの？わかんないけど。え、男がお金払ってるの？はいはい、そう。それを見られちゃいけないの？まあなんかトイレ行ってる間とかあるじゃないですか。ああ。なんかそれを見て泣いちゃうとか、あと好きって言われると好きじゃなくなっちゃうとか。へー、それなんで変えるかっていうの？カエルみたいに見えるんじゃないですか。どういうこと、どういうこと。もう情けなく見えるみたいな。なんだそれ。好きって言われると好きじゃなくなっちゃうやつです。追いかけたいのに追われちゃうみたいな。分かった、それ好きじゃないんだよ。あ、そうなの。だって好きな、マジで好きな人に好きって言ったら嬉しい。ただ嬉しい。まあ確かに嬉しいです、ね、だから多分世の中の人が好きじゃない人の恋愛がめちゃめちゃ多いんだよ。あ、なるほどね。うん、はいはい、もう結構これ不思議だったもん。あ、だってこんなイーブンな、だって男と女が結婚するってことは、うん、男も女が好きで女が男が好きだっていう、うんうん、ことなはずかなと思ってたんだけど、うん、絶対そうじゃないじゃん。なるほど、確かに。で、世の中の女性ってあまりにもなんかあの推しに弱いんでとかって押されて付き合うみたいなさ、うん、とんでもないやり場しかいないよそれ。確かに。なるほど。だからもともと好きじゃないんだろうね、多分ね。うん、なんか言いますけどね、そのうん、追われる、追われたいみたいなね。うん、あとは生成 AI。 あー、ペッパーミルパフォーマンス。あー、あれ何なんすか、あれ何が由来なんすか。あー、英語で、はい、グラインドっていう、はいはい、グラインダーとか言わない？グラインダー、要は削るっていう、なんかこう身を削るみたいな、日本で。へー、だからすごい一生懸命頑張ってますよねっていう。あ、そういう意味なんですね。っていう意味、グラインド。へー、誰がやり始めたんですかあれ。ヌートバーでしょ。あ、そうなんですか。身削ってるねーみたいな。そういうこと。そうめっちゃかっこいいじゃないですか。お前めちゃめちゃ身削ってるじゃん。送りバントとかしたやつにやって。そうへー、めっちゃおもろいな。あとあれですね、 I'm wearing っていう。どの通りっつって。 I'm wearing だけじゃない、文法があれなんですよね。あ、そうなんだ。はい、パンツまで言わないとダメらしいです。確かにそうだね。はい。あ、でも憧れるのやめましょうもありますね。うん。あと X、 Twitter、 ああ、チャット GPT とか。ああ、でもそんぐらいっすね。来年のドナルド・トランプだよ、大統領。そうなんですか。多分帰り咲きですか。うん、それ以外ないと思うよ、僕は。へ、え、もうあれですか、あの人は満期ですか。でも死んでる可能性ある。マジで。誰でしたっけ。とジョー・バイデン。あ、バイデン。記者会見で見るとやばいもん、結構。あ、あのー、
認知症じゃないですか、もう。あ、そう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 。あ、そっち系認知症。あ、結構年齢いってますもん。うん、だトランプ帰ってくるんだ。うん、でもまだあれですか、ツイッター X はやってないです。なんか凍結されてですよね。いや多分大丈夫。あそこも、うん、マスクが、あそこも全部あのマスクと握ってるから。いやすごい、じゃあ時代はまた変わりますよ、うん、戦争はどうなるんですか、過激化するんじゃないですか。いやアメリカは戦争しないと思うよ、アメリカ自国内では。あロシア、ウクライナとか、うん、イスラエルとかが、うん、なんか戦争ってアメリカとかロシアとか、うん、まあ日本とかもそうだけど、核を持つ国が増えたことで戦争がなくなったんだよ、うん、要は世界最大の抑止力になったっていう。なるほど。でも結局核の開発をしてよかったよねっていう、うん、実際落とされたのは広島長崎だけですよね、うん、あれ本当は北九州に落ちるはずだった。そうなんですか、うん、小倉に。北九州、あ近いですね、うん、間違えてますか俺。いや、めっちゃ曇ってた。あ広島は広島だったんですか。うん、まあ、戦争もだから今年はすごかったですね。イスラエルとかだって。ああ今年じゃ あれまだやってんじゃない。ユークレイン、ウクライナ、ウクライナもやってますね。すごいね。なんで戦争してんだろう、あの人たち。いや、もうアメリカじゃないですか。全てはアメリカ。金出して。あいつはまた金出してるな、結局。はい、結局は大変ですよね。ずるいよね。いや、だからアメリカってすごいですよ、そんなの考えたら。国としての、その、うん、戦略性が。そうね。うん、イスラエルの戦争とかも、がっつりアメリカじゃないですか、多分。うん、覚えてない、なんか自分から言っちゃいけないっつって、うん、でもなんかユダヤ人の歴史たどってみればたどってみるほどなんか主人公感半端なくないですか。ああ、ユダヤ人の主人公感。そうだね、はい、迫害され続けて、迫害されていろんなところのトップやってるからね。はい、でいつか俺たちは帰るんだイスラエルみたいな。めっちゃかっこよくないですか。まあ最後後付けで言ってるかもしれないけど。なるほどね。俺たちはっつって。でなんかユダヤ人はあれらしいっすよ、元はエジプト人だった説が強いらしいっすよ。はい、モーセって名前が結構エジプトに多いらしくて。へえ、うん、まあでもあでもなんか人類が生まれたのがイスラエルではない。あ、そうなんですか。うん、それ宗教か。宗教です、うん、人類はどうなんですかね。人類アフリカだっけ。アフリカじゃないですか、うん、アウストラロピテクスとか。すごいよね。すごい発展をしてるよね、うん、ということで皆さんも発展しましょう。ありがとうございました。